3、2、1、0。今日も楽しいビデオデータ始まるよ。こんにちは。世界一昆布が好きだから昆布やってます。店長まっちゃんです。今日も皆様の料理の味をより一層美味しくできるようにお手伝いができたらいいなと思っております。応援してください。実は電車の中で考え事をしていて、よく乗り過ごします。乗り過ごすたびに、またやっちゃった、とか思います。そこで、先日は、絶対に乗り過ごさない、乗り過ごさないと、自分に言い聞かせて、地下鉄に乗りました。よし、今日は乗り過ごさなかったぞ、と、駅の外に出て、はっと気がつきました。目的地の一つ前の駅だった。うすん。そんなことはどうでもいいんですが、今日も頑張ってやってきます。今日はちょっと変わった塩昆布の使い方を紹介します。ポテトサラダに塩昆布。ご飯いくらでも食べれちゃいます。野菜で塩昆布をくるんでみても酒の魚になります。そして豚しゃぶに塩昆布。味わいがとっても深くなります。塩昆布、いよいよ試してください。コブリンの独り言、店長まっちゃん。夜中に寝言で独り言言うのは勝手だけど、起こすのはやめてくれい。